こんにちは、今日は、早朝草刈りでしたが、自分が諸事情で参加できなかったので、日中になりますが、これから草刈りをしてみたいと思います。今日は普段よりは涼しいんですが、それでも日中は暑いので、どれだけ日中が大変なのかっていうのを感じながら、作業をしていきたいと思います。戒めの意味も込めて作業したいと思います。はい。でもって山口さんが、一緒に作業してくれてます。ありがとうございます。日中の草刈りどうですか？日中の草刈り、暑いですね。でもなんか慣れちゃってるのか、それほど思ったよりきつくない感じがしますね。本当ですか？でも汗の量がもうすごいです。朝よりなんか若干蒸し暑さがないような、朝もっと蒸し暑かった。本当ですか？気温は低いですけどね。朝と比べてこう地熱がすごいですね。あ、そうですね。上からだけじゃなくて、それはありますね。下からの暑さが来るんで、ね、もわんもわんな。また3時とか4時とか日が傾いてからもその地熱のせいか暑いんですよね。畑やって3時ぐらいやろうかと思ったら、日が沈んでもですね。むしろなんか蒸し暑いというか、変わんない、むしろ暑い感じがします、ね。でも日中はやらないことをお勧めします。世の中にはやっぱり日中もやらないと間に合わないぐらいの。8月ですからね、今。
大変でしたけど、やった感はあります。早朝と比べてどうでした？早朝と比べて、やっぱ蒸し暑いので、こう水分補給を途中何回か朝より多めにとって、それでやっぱ汗の量が尋常じゃないですね。ですね。暑く感じるというよりやっぱ勝手にもう水分が出ていっちゃう感じですね。以上です。はい、同じく早朝は今日やっていないんですが、諸事情があって寝坊ですけど、やっぱり暑いですね。とにかく暑い。まあ例えるのはもうサウナの中で作業やってるようなもんですね。上からも下からも熱気を浴びても息苦しくなって、やっぱり作業効率を考えても涼しい時にやる方が、まあ、心身ともにきますよね、うん、体だけじゃなくて結構精神的にも参っちゃうんで、あとは汗出た分飲まなきゃいけないんで、飲み物がいくらあっても足らないんで、まあ、そういった意味でもなるべく、まあ、涼しいうちに、まあ面積あるとね、どうしても日中もやらなきゃいけないような状況が起きてしまうこともあるんですけど、なるべくまあやるにしても夕方やるとか、なるべく日が出てない曇ってる時とか、そういう時に狙ってやった方がいい気がします。個人的な意見ですけど、まあ以上、戒め終了しました。戒め動画。いや、でも山口さんに助けてもらって。いい。これ終わったらよかったね。いや、無事に。はい。いやー、暑い。暑い、本当。よし。明日はもうだから、特大に。